今回はおすすめの薪ストーブがあるので紹介したいと思います。アルペンアウトドアチャンネルです。紹介する薪ストーブは本間の HS440 です。特徴その1、近年流行りの二次燃焼による美しい炎を大きなガラス面で存分に楽しめます。特徴その2、本体パーツがバラバラに分解できコンパクトに収納できます。特徴その3、40センチの長い薪が入り、薪の投入口が左右選べます。特徴その4、 4.5 ミリの極厚鉄板で蓄熱性抜群、天板も歪みにくくなります。特徴その5、煙突径が太いため排気効率が良く、すすが詰まりづらいです。燃焼効率もアップします。特徴その6、本体をばらすことで灰の掃除がしやすくなります。撤収の朝に火入れをしても本体をばらすことで放熱を早めることができます。今メリットの話をしてきましたが、その反面デメリットもあります。排気効率のいい太い煙突である反面、他社製品より収納サイズが大きくなります。そこで持ち運びしにくい付属品などを収納できるケースを紹介します。こちらのユニフレームさんの収納ケースには本体、エルボー、トップが入り、こちらにはなんと煙突8本と煙突ガードも入ります。では本当に入るのか実際に入れてみましょう。では実際にテントの中にストーブを入れて火入れをしてみます。天板にパンとケトルを置いてもこれだけゆとりがあります。煙突は結構押しても固定がかなり安定されてます。ストーブの温度ですが、本体が約350度、煙突の根元が約150度、煙突の上部が130度ぐらいになっています。初めて薪ストーブの購入を考えている方は、コンパクトで二次燃焼が楽しめる HS440 がおすすめです。すでにクッキングストーブや APS48BX をお持ちの方は、すべて煙突径が一緒なので煙突を買い足す数が少なくなります。こ
ちら HS442 グレードアップはいかがでしょうか。煙突が本体から横に出ている構造のため、天板が広く使え、ストーブファンやケトル、スキレットなど広く使うことができます。調理にこだわりたい方はおすすめです。小田おすすめの薪ストーブとなりますので、ぜひご検討ください。また本間以外のブランドも多数取り扱っております。テントに薪ストーブを入れたい方はお気軽にご相談ください。ご来店お待ちしております。